こんにちは。前回動画で簡単な枝張りの作り方をやったんですけど、今回は少し手間がかかる編み込みをしようと思います。はい、それでは編み込みの方をやっていきたいと思います。まず枝に使う針子、そして編み込み用の糸と元になる糸ですね。この元になる糸にこの編み込み用の糸を重ねます。で、この重ねたところにこの枝になるハリスですね、これを折り返してダブルラインにして、2本重ねた上からダブルラインにしたこのハリスを重ねた部分に通します。で、これをこう引っ張って締め込んでいきます。方はこのこっちがハリスになる部分ですね。で、こう上から通して、でこの本線とこの今のこのラインの間を通します。でクッと締め込んでいきます。はい、そしたら今上から通したので、今度は下から通して、また同じようにこの間を通していきます。上下上下と交互に、まあ10回ほどやっていただければいいかと思います。はい、ある程度いったら最後も同じようにこう持ってきて、こう通してもう一回通します。で、ここを締め込んでいきます。はい、でこの余分な方の糸をカットします。カットしたところのこの端の糸をライターで炙っていきます。はい、で今この元になる糸と、あとこの編み込み用の糸があるんで、この元になる糸にこの編み込み用の糸を同じように上下上下と編み込んでいきます。はい、こういう感じになりました。こちらも余分な糸をカットして、はい、余分な部分をライターで炙っていきます。好きな長さにカットしてください。はい、できました。こういう感じになります。針数をもっと増やしたい場合は、もっとこの下を長くしてもらって、同じことを繰り返してもらえれば2本3本とどんどん針数を増やしていくことができますんで、よかったら作ってみてください。
聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。